フロアプランベイハマムはギリシャのテッサロニキにあるハマム。1444年にオスマン帝国皇帝村と2世によりテッサロニキで初めてのハマムとして建設された。また、現在ギリシャに残るハマムとしては最も保存状態の良いものである。ベイハマムは男女用の区画に分けられており、さらにそれぞれ熱、温、霊の3室に分かれていた。 相対的に男性用区画の方が面積が広く豪華な内装が施されていた。建物の東側には水を供給するタンクの区画が設けられていた。男性用区画には施設内で最大面積の八角形の大きな冷浴室があり、内部が彩色されたドーム屋根で覆われている。その南東には少し小ぶりの温浴室があり、ドーム屋根内部は植物の模様が描かれている。 もっとも東側には熱浴室の小部屋群があり、マッサージ用のテーブルが置かれていた。施設は1968年まで実際に使われており、当時はパラダイスバスと呼ばれていた。現在、ベイハマムはギリシャ政府の管理下にあり、イベントや展示会などの会場として使われたり、一部はミュージアムショップが入居している。ありがとうございます。